イカルが幼稚園ですかね。さてこれで行っとるんやけどね、行けるかね。先ほどね、こう車で入ったんやけどね、途中行き止まりで、こっちやな、右やな。目的地に到着しました。到着しました。お疲れ様です。この付近やけどね、わ、こうか、はい、イカルは大塚古墳でございます。英墳みたいでございますね。おお、20番か。さーて、どこに石碑がどこあるかな。あれ、解放しないかな。お嬢さんだよ。これ墓かね。あれ、あら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 、解放しないね。これ畑んだろうな、こっちはな。はい、開口してませんでしたか。あっこにもなんかあるんですね。ここに看板あるか、看板見ましょうかね。イカルが大塚湖5世紀の前半、英墳で35メーター。あら、石碑見なかったかね。慰霊碑が立ってますわ。どっかに石碑の誰か痕跡は。痕跡ないね、これは。ないね。反対側はどうだ。こっちは東になるしね。いや、ここはないな。ああ、ないですね。痕跡は。残念でございました。片手だけ残ってますけどね。ちょっとだ、あれだけ行きましょうか。はい、挨拶だけね。ありがとうございます。これ、イカルが幼稚園やったね。はい、ありがとうございます。だいぶ期待したんだけどね。南側にね、開口してるかもね。残念でございました。車で来てるとね、こうね、古墳がありますありますけどね、刺しますね。35メートルぐらいあると、まあ、かなりね、大きな石碑が大体あるんやけどね。開口してませんでしたわ。ないやろ。これ二条山かね、あそこ。二条山、葛城山。
こっちね、開口しない。はい、ありがとうございました。イカルガ大塚古墳でございました。